おはようございます。そっか、塾のことでございます。この iPhone のね、11が、ああ、昨日届きまして、こう、ふァっとね、顔認識すると、もう開くんですよね。で、えー、すぐにスタンダード立ち上がります。えー、これはすごい。こうバーッとね、いきますね。いやー、すごいなー。これ面白いですね、かなり。で、このカメラがね、かっこ悪いとかいう方もいると思いますけども、 別に格好とかどうでもいいですかね。機能が高ければそれがかっこいいんですよ。私にとってはそうですね。まああのー、初めて出てきた時この iPhone とかね MacBook とかねすごくスタイリッシュだなかっこいいなと思ったんですけどもまあ、今となってはねうん別に格好よりも中身だなというふうな領域に来ましたんで。 うんまあでもかっこいいですよこれ今見てみたらこのね特別感といいますかねいやかなりいい問題ですで古い iPhone はこうやってね SIM カード外してもライブ放送とか使えるんで全然あのデバイス2つになったみたいなもんですねで今日ちょっと大きいでしょ大きめですあの11の MAXPRO なんですよでっかいやつでこれ20万くらいするんですねでもねこれがね高い <laughs> どんどんね高くなってきますねすぐガム噛みながらすいません うん、まあ今日もねすごくいい放送ができればなと思いましたけども今日はあのこのイレブンが良かったってことですね,あでねカメラの機能がすごいですよカメラの機能がねこっち映ってるでしょでビデオにするとこんな感じなんですけどもこういう風にねリボルバーほらこれすごくないですかこれこれだけでもね私はねあの,このカメラを買ったようなもんですよ私にとってみたらこれは。 カメラ、うんすごいもうそれしか言うことがありません今日のそっか塾のライブ放送はうん iPhone 私は初めて iPhone を褒めましたうん 3GS から始めて 6S をこれ使ってたんですけどもね 6S から5世代を経て 11MAXPRO にしてこのタイムスリップしたような感覚ですねすごい i p h o n e 1 1 1ヶ月ぐらい納品にかかりましたでもすごいありがとうございます